テレビゲームは主に一般消費者向けのテレビゲーム機によるコンピュータゲームを指す用語。主にテレビ受像機をディスプレイとして使うことからできた語である。また、業務用などのいわゆるビデオゲームを指してこの語を使っている例もある。マスヤマ館によれば和製英語であり、英語圏で TV ゲームというとテレビのクイズ番組を指す。他にコンシューマーゲーム、家庭用ゲームという語もある。 コンシューマーゲーム、家庭用ゲームという、業界外の資料などでは、ゲームセンターに設置されたアーケードゲームやスマートデバイスなどのテレビを用いないゲームも含んで使っている例もある。ビデオゲームという用語はテレビより広く一般の映像ディスプレイを利用することを指し、アーケードゲームの一部などを含む。また、テレビゲーム機を指して、ビデオゲームという語が使われていた例もある。 pc ゲームなども含んで言うこともあるようである。ファミリーコンピュータはパッケージに家庭用カセット式ビデオゲームという表記がある。詳細はコンピュータゲームの歴史を参照家庭用テレビを表示機器として利用する電子ゲーム機器は1970年代の LSI の集積度向上などによって実現可能になり、オデッセイをはじめいくつかの製品やキットなどがあった。 いずれも固定された一種類または簡単な回路の切り替えなどによる多くても20種類弱程度のゲームが遊べるといったものでコントローラー等も専用のものが直結されていた遡ると陰極戦艦を表示装置として利用したコンピュータゲームとしては1950年代の真空管コンピュータであるエドサックで作られたオクソや1957年の オシロスコープの起点でテニスをするテニスフォーツーといった例がある。ただし、どちらも現代のディスプレイのようにラスター画像を表示するものとしてブラウン管を利用していたものではない。また後者は電子式だがアナログコンピュータとリレーやキャパシタ等といった電子部品の組み合わせで作られていた。その後、コンピュータを使ったゲームとしては1960年代のスペースー。 などに始まる流れがデジタル IC によるゲームとしては1972年にあたりからリリースされたポンのヒットなどから始まる流れがある。1970年代初頭に誕生した4004他に始まるマイクロプロセッサの機能と性能の向上がスペースーが作られたようなミニコンピュータに近づいたアーケードゲームでのマイクロプロセッサの利用は ウエスタンガンのアメリカ版が最初だとされている。また、家庭にて、テレビゲームで遊べる環境として、初期のパーソナルコンピュータや、あたり VCS、日本でのカセットビジョンファミリーコンピュータといった、本格的なコンピュータテレビゲーム機が誕生することになった。プログラムは、当初は、ロムカセットで供給され、CD ロムにより、高ディスクで供給されるタイプも後には増えた。 ユーザーインターフェースとしては、汎用のコントローラが同梱というタイプが多く、特段の理由がない限り、プラットフォームホルダーがゲーム供給者に本体同梱の汎用のコントローラで必ず一通り遊べるように作ることを要求していることが多い。他に特定のゲームソフトに特化したコントローラや、その他の周辺機器が外付けできるといった拡張性を持つようになった。2000年代前半まで、 PC とは全く異なる特殊なアーキテクチャを採用して同時代のハイエンド PC よりも高い性能を目指した事例が多かったがプロセッサの微細加工技術やメモリ技術などは独自設計で PC を超えることは難しくなったため PC アーキテクチャを改変してコストパフォーマンス重視で設計されるようになってきている今日の家庭用ゲーム機の特に規模の大きい市場を持つ地域は日本 北米、欧州であり、これらの地域が世界市場の中心になっている。ゲームソフトはパッケージ版からデジタル配信にシフトが進んでいる。ダウンロードコンテンツや売り切れ型から運用型への主流化が加速している。ネットワークプラットフォームの台頭やスマートフォンタブレットといったスマートデバイス用ゲームが増加した。ユーザー生成コンテンツや e スポーツ、インディーズ、 クラウドファンディング、ゲームプレイを可能な限り削ったゲーム、隙間時間のソーシャルゲームや、プレイ時間ゼロのゲームも話題となった。RCA 端子の接続端子、コンポジット映像信号及び、ステレオ音声用 RCA 接続端子外して禁止したなどの話も漏れ聞かれた。この RF 出力は、信号レベルがあまり高くないことからにじみちらつき、 渾身が起こりやすかった。1990年代からビデオ入力端子付きのテレビが普及してくると、次第にテレビゲームもビデオ出力端子を持つようになったため RF 出力は次第に使われなくなり、接続が容易で高画質、高音質を実現できる RCA 端子が主流となった。しかし、周辺機器によって RF 出力をサポートしている機種は2000年代以降にも、 存在している。以後2000年代後半に入ると、テレビが高解像度のデジタルテレビとなると同時に、デジタル接続の HDMI 端子が普及し、テレビゲームも HDMI 端子を搭載するようになった。ありがとうございます。